ちょっとここからは後半でメンバー限定にしていきたいと思うんですけど、ちょっとね、僕今回改めてこういう本読むと、やっぱり日本代表の監督にこういう若手のまあドイツ人監督とか、これからヨーロッパのマーケットでこう、まあね、成り上がっていくよみたいな監督は、まあ現状を例えば、 次のワールドカップまで4年間お願いしますって来ないじゃないですか。うん、で僕最近思うのはこれだけ、まあ、スペイン代表もそうだしドイツ代表もパッと監督が集めてこの戦術でいくよとか、うん、でこれがダメだったらこれやるよみたいなことを、まあ、クラブレベルで選手がもうそういう標準装備レベルが高いんでパッと寄せ集めても監督が優秀だったらそれに対応できそうだなと思ったんで例えば今回のカタルワールドカップはないですけどまあ 例えばね、ナーゲルスマンがもしフリーだったら、じゃあ9月から3ヶ月間、その語るまでお願いしますと、まあ、3ヶ月で、まあ、年俸は多分、ヨーロッパのクラブみたいなの払えないけど、3ヶ月で3億ぐらい、5億ぐらい用意しますみたいなんで、代表お願いします、日本代表お願いしますって言ったら、来てくれる人材、そうだなと思って、うんうん、なんかそういうふうに日本もやっていかないと、その海外から優秀な監督来てくれないだろうなと思うので、なんかそういう意味で言うと、 どうですかそういうドイ,ドイツなんかやっぱりこういうラップトップ系の監督ってもう古いワードなのかもしれないですけどやっぱりどんどん若手が今出てきてるじゃないですか、うん、木崎さんもそういう日本,に日本代表にマジそうな監督いるなっていう感触ありますかあーその例えばま,まあもう来てくれないでしょうけどマインツのスベンソン監督、うん、ボースベンソン監督とかはうん、うん、マインツでクロップとかとヘルノボットでプレーしてライあのザルツブルークの下部組織の セカンドチームで監督やって結果を出してたから来たんですけども、うん、まあ結構そういうなんて言うんだろうセカンドチームの監督とかやってる時に引き抜いてくるっていうのはすで、うん、にプレミアの結構あのチームをやってるのを見るのでドルトムントのセカンドチームの監督とかをいきなり、うん、イングランド2部のクラブがとかが監督に抜擢とかしたり、うん、先ほどバイエルンがあの実験でイノベーションで監督 指名する勇気があるって言いましたけども、うん、そういうのがイングランドですらやってるのを見ると、うん、日本もそこに入っていくべきかなとは思いますね。すねうん、だそれにはやっぱりネットワークとかあと、うん、リスクを取るその勇気が必要だとは思いますけど、うん、だから大田さんがおっしゃる通り例えばドルトムーンのセカンドチームとかマインツのセカンドマインツのセカンドチームにいい監督がいたら、うん、全然実績はないんだけどいきなり日本代表を任せるっていう、うん。 そういうことをしていかないとなかなか日本のサッカーが盛り上がっていいいかかななもしれないですね、うんうんまあ、そこがね例えばじゃあペップとかモーリーニョとか多分無理でもドイツ人の若手30代でこれからのキャリアででワールドカップで日本代表いい結果出したら自分またヨーロッパで、ね、こう引き抜かれるなっていうのもキャリアアップのになるしショーウィンドになるって分かってるわけじゃないですか。 4年お願いしますとかだとヨーロッパのマーケットから外れてこないだろうけど、うん、まあこの短期間でパッとこういいチーム作ってくださいって言ったら来てくれる監督がいるのかなっていうところと逆に今の森保ジャパン見てると結局4年間任せてこれだけそんなに積み上げとか成熟がなかったらそういうことしてもいいのかなって僕は最近思ってるんですよ。うん、<laughs> その辺は今回の6月の日本代表をご覧になって改めて木崎さんどう見てますか日本代表に関して言うと。 まあ僕も結構内部の取材を始めたとこもあって、うん、ある程度代理人とか関係者から聞いていたんですけど直に。うん